わ、東大の赤門。今日も行くか。さなぎー、バタフライ。え、それ蝶々じゃない？さなぎは黒雲じゃん。ん？ Y イコール X プラス B。二次関数。いや、AX プラス B は一次関数でしょ。赤門今日はどうしたんだ？ああ、なるほどね。え？あいつ今日、成長期だわ。成長期？あ、一つ成長したものを返すからってこと？てか、大学で成長期は遅くない？いやいや、赤門の成長期は二十歳って相場で決まってんのよ。そうなんだ。赤門の生態そこまで判明してんだ。万有引力。え、それはどうなる？相対性理論。ニュートン激おこ。確かに万有引力を拡張したのが相対性理論だけど、それニュートン推しが黙っちゃいないよ。あ、そうだ。クリスマスに振られた。え、お前マジ？この経験から学び、新しい出会いのチャンスと捉えよう。成長してる。辛い経験乗り越えて成長するマインドセット返してくれてる。そんな使い方もできるんだ。あと成長期といえばアグモン。グレイモン。いや、デジモン。それ違う成長期になっちゃうから。あと、若者にデジモンは分からんもん。なあ、赤者が最初に何て返したか覚えてる？え？なんだっけ？確か、サナギって言って、そ、バタフライ。見事な伏線回収。今日も行くか。